セバスチャン・ノルブランは、フランスの画家である、ルアーブルのノートルダム聖堂のノルブランの、装飾が現在のポーランドのワルシャーで生まれた。父親のジャンピエール・ノルブランド・ドラグルデーヌは、フランス生まれの画家で、ポーランドの大貴族、チャルトリス・貴公爵の下で働き、ワルシャワに、美術学校を開いた人物である。5歳の子で、義理の兄弟に、音楽家のルイス・ノルブリンと彫刻家のアレクサンドル、 ジーン、コンスタンティン・ノルブリンがいる。1804年にパリに移り、フランソワ・アンドレ・バンさんが校長を務めるパリの美術学校で、メリー・ジョゼフ・ブロンデルや、ジャン・イコール・バプティストルニョに学び、1825年にローマ賞を受賞し、1826年から1830年まで、在ローマ・フランス・アカデミーで修行し、さらに2年間、イタリアに滞在した。 パリに戻った後、エコールでボザールで教えた。教えて学生には、アレクサンドル・アンティーニャラがいる。7月王政からフランス第二訂正の時代を通じて、歴史画や宗教画を描き、教会の装飾画も描いた。ありがとうございます。